全国の明日の天気をお伝えします。傘の出番は引き続き多くなりそうです。沖縄はすっきりしない空で時々雨が降ります。予想最高気温は20度に届かないところもあり、羽織るものが必須となりそうです。西日本は日本海側ほど雨が降りやすくなります。また山陽や四国瀬戸内側も雲が多く、時々雨が降りそうです。ただ太平洋側では午後ほど日差しが期待できます。東日本から東北に関しては朝から雨が降ったり止んだりしそうです。それでも東海の周辺では雨の心配は少なく、穏やかな空です。北海道は広い範囲で日差しが届く予想です。ただオホーツク海側では時々雪の降る可能性があります。日高地方でも空の変化にお気をつけください。予想最高気温を見ていきますと、今日と同じか下がるところが多くなります。特に北陸や関東、北日本に関しては今日よりもぐっと気温が下がるため、日ごとの寒暖差にお気をつけください。以上、全国の明日の天気をお伝えしました。